え皆様、こんにちは。翔太郎ですえ。今回はですね、2022年初のワンパックチャレンジやりたいと思います。今回開けるのがこちら、えっと、BBM から出ております大相撲カード2000、えっと、2022大相撲カードでございます。えっと、1パック6枚入りで、えっと、400円プラス税となっております。で、えっと、そうですね。 今年は紫色のパッケージとなっておりますでカードの種類なんですが、えー、昨年の、えー、とサブセットカードですね昨年もありました新十両期待の若手に加えまして今回ですね、えー、と新横綱照ノ富士とそれから白鵬の奇跡これが追加されてサブセットカードに追加されております。 えーと、それではですね、えっと、狙いなんですけど、去年のワンパックチャレンジで残念ながら出ませんでしたアクアキ、こちらを狙っていきたいと思います。それではですね、早速開けていきたいと思います。 1>, 1枚目ですね。お照ノ富士関ですね。これ、普通のレギュラーカードですね。表面、こういう感じになってます。で裏側、こんな感じですね。はい。と、照ノ富士関、モンゴル出身の、えー、っと、どこだ伊勢ヶ浜部屋ですね。はい。1枚目出ました。2枚目ですね、こちら。えー、っと、 松宝山関ですね福岡県出身の二松の関部屋こちらもレギュラーカードになりますね続いてはいこちら、えー、と極州っ、えー、とモンゴル出身の友綱部屋こちらもレギュラーカードになりますはい3 4枚目えっ、ー、と北,北西宝関北海道出身の宮城野部屋でございますはいで5枚目宝富士関ですね青森県出身の伊勢ヶ濱部屋はい最後ですね こちら水戸龍関モンゴル出身の錦戸部屋ですね。はい、ということでですね今回もえっ、ー、とアクアゼキですね出ませんでした今回全部レギュラーカードなんですねえっ、ー、と前回はレギュラーカードと、えー、新十両と期待の若手がバランスよく出たんですけど今回は。 残念ながら、えっ、ー、と、レギュラーカードの7枚のみとなりましたね。まあ、横綱の照ノ富士関入れたんで、まあいいかなと思います。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。